はい、どうも、タツリンでございまーす。まあ、先日ですね、一人でまたアジングの修行に行ってきたんですけども、まあ、どうにかね、ポロポロ釣れてたんで、まあ、ちょっと僕なりのね、解説なんかをしながら、釣れた動画を作ろうと思って撮影して帰ってきたんですけどもね、まあ、カメラのね、オートフォーカスっていう機能が、まあ、簡単に言うとピントの調整がですね、自動で調整するんですけど、それがね、ちょっとね、暴れてですね、ぼやぼやっとなったね、動画が撮れてました。乗った。おー、とりあえず釣れたー、釣れたー。まあね、ボスです。せっかくね、ワイヤレスマイクとかね、つけてね、解説頑張ってたんですけどね、まあそれは置いといて、今回、なんとなくですがサブチャンネルを作らせていただきました。タツリンフィルムのサブチャンネル、クロちゃんというチャンネルを作らせていただきました。まあ、あのタツリンフィルムチャンネルの方がですね、まあ、不定期にダラダラ動画をアップさせていただいてたんですが、まあまあ、ありがたいことで1万人を突破しましたので、まあ、なんとなくサブチャンネルでも作ってみるかということで、クロちゃんというチャンネルをね、作らせていただきました。まあ、そのね、サブチャンネルの方はですね、まあ、今後どういう動画を上げていくか分かりませんが、まあ、本チャンネルのカットシーンであるとか、まあ、なんかたわいもないこう車中の会話とかですね、まあ、アミンコの、まあ、例えばやってみたかったシリーズまた復活するかもしれませんし、今ね、アミンコがね、家庭菜園を楽しんでるんで、その様子とかをね、動画でアップしたりとか、まあね、多分ね、結構のほほんな動画をアップしていくと思います。まあ、サブチャンネルの方ではね、まあ、やりたいことをどんどんやってみようかということで、まあ、ほんとね、いろいろやってみたいと思います。もしよかったらですね、そちらのサブチャンネルの方もチャンネル登録していただきますとありがたいです。まあ、間に合えばですね、サブチャンネルの方にもこの動画と同時期に公開できればなと思っております。サブチャンネルのクロちゃんの方はですね、下の、動画下の概要欄の方にですね、リンクを貼っておきますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで今回のご報告でございました。今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次回、じゃあね、バーイ。